はい、えっ、ー、と、ビートグランプリオーガナイザー、えぇ、ー、お体レコード洋介管理人でございます。えっ、ー、とですね、えー、ビートグランプリ、えー、2021、えぇ、ー、お体レコードプレゼンツ、ビートグランプリ2021、サポーテッドバイチューンコアジャパンということでございます。えっ、ー、と、今年はですね、えー、とミュージアムという風でですね、えー、動画で、えー、お送り、えー 動画でですね、えー、競っていただくという風うで、えっ、ー、と、トラックメーカーの皆さんには、えー、大変お手数をおかけしております。ただね、あのー、まあ、ちょいちょいですね、SNS 等でですね、あの、先行で、えー、公開をして、えー、いただいてる映像なんかも拝見したりだとか、あの、本当に、えー、普段、えー、トラックメイクしかやってこなかった人がですね、えー、まあ。 今回初めて映像にトライしたっていう方とかもいたりだとかしてなんかこう自分の中で新しいそのアートフォームみたいなのがこう埋め込まれるみたいなそういうこうパターンとかもあったりとかしてなんかそこはあの本当にあの嬉しいなっていう風に純粋に思っておりますまああくまでねトラックメイクが主の大会なのですが今回映像関連のね えー、審査員なんかも、えー、入っていただいておりますので、えー、まあ、映像の比率なんかもですね、あのー、まあ,ある、ある程度ですね、えー、加味させていただいて、えー、ジャッジさせていただくという感じになりますので、えー、そちらもですね、あのー、ぜひ、えっ、ー、とー、まあ、24日までということで、あと2日間なんですけど、まあ、土曜日も含むので、えー、まあ、 あの、なんとか、えー、作っていただければなと。で、まあ、実写、まあ、バーチャルに関してはね、アニメの作り込みなんかもありますけど、でも、えー、一枚の絵を使ってですね、あの、インディーアニメみたいな感じで、えー、ちょっとこう動かしたりだとか、エフェクトがかかったりだとか、その程度でも全然構わないですし、で、実写に関してもですね、もう本当に iPhone とかで皆さん撮って、えー、それで編集してとか、そういう感じで、えー、応募していただいたりだとか、 してるののでで、えー、まだの方はぜひですね作り始めていただければなというふうに思っておりますそしてですね、えー、と今回の動画なんですけど、えー、と商品発表ということでございまして、えー、今決まっている商品だけでもですね、えー、発表させていただきたいなというふうに思っております、えー、まあ数多くのスポンサーの方にですね、えー、まあ今回もえご協力いただいております、えー、主だったところの、えー、とスポンサーの方はですね まず紹介をさせていただこうかなというふうに思っております。はい。えーまあ、非常にですね、豪華な、えー、スポンサーさんになってい,いまして、えー、ちょっと紹介をしてい,いきたいなというふうに思っております。はい。まずメインスポンサーさんは、毎年調整になっているチュンコアジャパン、はい、ですね。音楽配信といえばチュンコアジャパンということでございます。 はい。そして、えー、赤いプロフェッショナルさんですね。A to Z できます。えっ、ー、と、ダイナブックさん。えー、PC のメーカーですね。はい。えー、あとはインテルさんですね。CPU のインテルさん。えっ、ー、と、あと、コルグさん。えー、ネイティブインストルメントさん。えー、パイオニア DJ さん。ローランドさん。スタインバーグさん。ヤマハさん。という感じでございます。そしてですね、フレンドシップスポンサーということで、えっ、ー、と、フランスのパリですね。コーラント、あ、今、今のはメインスポンサーさんですね。 えー、今回、えー、今から読み上げるのはフレンドシップスポンサーさんですけど、えー、コンラント 3D、えー、フランスのですね、えー、映像系のクリエーターの専門学校さんですねそしてですね、えー、フランス大使館さん、えー、初だな大使館は初ですねすご すごい、本当にありがたいですね。えー、まあ、優勝したらパリに行けるという、えー、大会なので、えー、講演していただくことになりました。そして、えっ、ー、と、早くもさんですね。はい。えー、まああの、お体レコードミュージックスクールの校長さんでもありますけど、早くもというブランドをやってまして、えー、音楽機器なんかでもご協力いただいております。はい。そして、えっ、ー、と、スペインのですね、 えー、バルセロナ、えー、お体レコードとのコラボレードでお馴染みのマイクロフッサですね。はい。そしてですね、えっ、ー、と、レイアウトインクさん。えー、あとはタスカムさん。はい。そして、えっ、ー、と、ペンタブレットのね、ワコムさん。そして、えっ、ー、と、ユーネクストさんですね。ユーネクストさんは、えー、決勝の模様は今回ユーネクストさんで放映するということになっておりますので、えー、このような形になっております。はい。 そしてですね、えっ、ー、と、エントリーした方にですね、特典ということで、えー、今回エントリーフィーですね、が、えっ、ー、と、税込みで2200円、えー、お支払いいただく。まあ毎回そうなんですが、えっ、ー、と、チューンコア、えー、それをやっていただいた方全員にですね、チューンコアジャパンの、えー、1年間無料配信クーポンを差し上げます。これでかいです。はい。えー、これも、なんか、1000円か2000円か、それなりの価値があるはずです。はい。 で、あとはですね、ビデオキックス、えー、ミュージックビデオ配信、一作品無料。これもついてきますんで、これもでかいですよね。そして、えー、っと、これも2000円ぐらいだったはず。で、えー、っと、あとはですね、おたいレコードで使える2000円分の商品券ですね。 ということで、なんと6000円分ももらえてしまうと、エントリーするだけで。ということなので、えっ、ー、と、エントリーフィーは2200円かかってしまうんですけど、えー、まぁ、あ、約っていうことなんですけど、もう約4000円分くらいが儲かるっていうことになりますので、もうこれ、応募し得です。でも僕らはもうほんとスポンサーさんのおかげなので、えー、皆さん、あの、本当にスポンサーさん頑張っていただいてるんで、えー、もういい大会になるようにね、ガンガン応募していただきたいなというふうに、 思います。もう正直ありもんとかでも構いませんので、えー、今からでもありもんとかだったら間に合うと思うんで、どんどん参加していただければなというふうに思っております。そしてですね、さらに、えーっと、商品の方をですね、紹介したいなというふうに思います。決まってるところだけね。まだ。はい。第1弾発表ということになります。第1弾発表、えー、赤いプロフェッショナルさんから、えー、まず実写部門。バーチャル部門からいこうか。はい。 えー、赤いプロフェッショナルさんから MPK ミニ Mark3 というえっ、ー、とミニ鍵盤ですね32鍵なのかなパッドも付いてるんでもうこれ1台で作曲できるという感じでえー、YouTube のですねおたえレコードとえー、フィンガードラマのコーニーがですねトラックメイクの特番をやっていただきました、えー、MPK ミニ Mark3 を使ってやっていただきましたのでそちらもよかったらチェックしてくださいはいそしてえっ、ー、とコルグですね これはですね、以前おたれこでも配信しましたけど、アーチュリアの、えー、V コレクション8を差し上げたいと思います。えー、こちらもおたれレコードミュージックスクールの、えー、講師でもある、えー、渡辺博さんと,、えー、と私でですね、えー、V コレクションの特番を配信で3時間ぐらいにわたってやりましたけどね、えー、様々な音源が入っている V コレクション8、これがもらえます。あこれ優勝商品ですよ。はい。 えー、そして、パイオニア DJ さんから、トーライズ AS1 ですね。もう超名作シンセという感じですね。はい。まだこれ触ってない人ぜひ買って触ってみてください。めちゃくちゃいい音入ってますんで。はい。そして、ローランドさん、R07 ですね。まあ、ローランドの R0 シリーズというか、えっ、ー、と、オーディオレコーダーなんですけど、えー、これもですね、安定的な人気があって非常に綺麗に撮れます。まあ、コンデンサーマイクでね。えー、24ビット96のハイレゾで撮れますので、フィールドレコーディングなんかでも。 もうトラックメーカーには必須と言えるんじゃないでしょうか。はい。そしてですね、えー、ヤマハさんから AG03 ですね。えー、AG03 に関しては、えー、オーディオインターフェースが内蔵の PA ミキサーなんですけど、こちらも配信なんかでも超人気ですね。はい。そして、えー、ケーブルなんですが、えー、早くもからですね、水路という、K2 というケーブルになりますね。これも、まあ、高級ケーブルではあるんですけど、えー、気前よくプレゼントしていただきました。めちゃくちゃ音がいいです。 そして、えっと、ワコムさんからペンタブレットですね。まあ、今回映像ということなので、えー、ワコムさんにもご協力いただきました。ペンタブレットの、えー、ワコワ1というやつの13ですね。これがもらえます。そして実写部門なんですけど、まあ、ほとんどは、えっと、一緒になります。えー、赤いプロフェッショナル m p k ミニマーク3。そして、えっと、コルグ、えー、アーツリアから、えっと、あ、コルグ、コルグさんが、アーツリアの、アーツリアってフランスのブランドなんですけど、の代理店をやってるんですよね。 なんで、これがアーチュリアっていうことですね、えー。V コレクション8ですね。で、同じくパイオニア DJ、えー、トーライズ AS1、えー、そしてローランド R07。そしてヤマハさんの方はね、えっ、ー、と、実写部門の方は HPH MT8 というヘッドホンを、えー、いただけるということです。そして、えっ、ー、と、早くもからですね、実写部門。これね、すごい人気でもう超、えー、売れ え、売れ売れアイテムということです。ステレオ VU メーターですね。えー、フォレのですね。これをいただけるということで、ありがとうございます。そして、えっ、ー、と、ワコムの、えー、ワコム1、液晶ペンタブレット13。えー、これももらえます。はい。えー、その他にもね、まだ、あの、商品決まってないスポンサーさん、えー、ございますので、えー、優勝者が総取りということで、そしてもちろん、えー、これは、まあ、今回の新型コロナの、えー、状況とか、 えー、個人的なワクチンのあれとかっていうのがあるので、優勝者さんがよろしければということなんですけど、えー、フランスにご招待、えー、バーチャル部門の人は、えー、さらにパリの大会で出場してもらって、バトルしてもらうということで、えー、もう世界的に有名になれるチャンス、えー、なんかも用意させていただいております。はい、いう感じで、もう圧倒的にですね、過去最大級に、 今回、インテルさんもついてます。ダイナブックさんもついてますし、私もインテルのカンファレンスでビートグランプリの宣伝もさせていただきました。はい。そして、今日発表になりましたけど、ダイナブックさんもコラボ企画をですね、やることを決定しました。そして、先日もね、J-Wave で今回審査員になっているミツビーツさん、そして、エムフローの高橋さん、そして、名誉審査委員長、ワツさん、 あと、なずちゃんと一緒にですね、J ウェーブの特番、3週連続やりました。 はい。そして、トピックなんですけど、ビートグランプリのですね、2020のですね、チルアンビエント大会、こちらのデジタルアルバムなんかのリリースも7月上旬にされました。Spotify、Apple Music だったりだとか、a ワ b だったりだとか、皆さんお好きなストリーミングで聴いていただいたり、あとはアルバム自体も購入もできますので、購入して DJ で使っていただいたりだとか、普通に聴いていただいたりだとかしてもいいのかなというふうに思っております。 はい。まあ、そんな感じでね。あのー、もうもう盛りだくさんな、えー、感じ。もうオンラインの音楽イベントとしてはですね。あのー、自分で言うのもなんですけど、めちゃくちゃ動いてます。<laughs> はい。まあ、あのー、私もね、あのー、7月1日に、えー、秋葉原に、えー、電子ピアノ専門店をオープンさせていただいたりだとか。 えー、渋谷の DJ スクールも、えー、ちゃんとやってますし、えー、お体オーディオ、そしてもちろんお体レコード、えー、頑張ってやってます。えー、そんな中でね、えー、そしてもちろん DMC、えー、DJ の大会、こちらもお待ちしておりますし、今、神風 DJ バトルね。 えー、もうガンガンやってます。そして、えー、IDA Japan、えー、こちらも今回オンラインでっていうことで、もう本当に盛りだくさんという感じなんですけど、まあ中でもね、本当にビートグランプリ、まあ今回フランス大使館さんついてくれたりだとか、インテルさんついてくれたりだとか、あの、もちろん音楽業界の、えー、いつも昔からご協力いただいている皆さんと、えー、もう全員で、えー、トラックメーカーの人にね、提供して、 えー、いい大会を提供していた、いけたらな、というふうに思っております。はい。ということで、えっと、24日、ついに、えー、締め切りなので、えー、なんとか、えー、24日の夜まで、はい。まあ、夜中までですね、えー、間に合いますので、皆さん、ぜひぜひ応募の方、お待ちしております。 なんかね、どういう風なんだろうなっていう人はね、ビートグランプリとか言ってツイッターで検索すれば、もうすでに作った人のムービーかなんか上がってきたりとかするんで、えー、まあ、こい、こいつには勝てそうだなとか <laughs> うーん。いや、勝てないなって思っても、でも、あのー、6000円分、得点がもらえますのでね、あのー、応募し得ですよ、皆さん。はい。そんな感じで、 あのー、応募することに意義があると思うんで、ぜひぜひお待ちしております。はい、ということでようすかかり人でした。ありがとうございました。